西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今日も、今週もですね、たくさんの、この質問をメールでいただきました。ありがとうございます。その中で今日はですね、越後屋桔梗之助さん、男性30代東京都、この方はですね、この定数問題、なんで銀定数を削減する必要があるんでしょうかと。世の中定数削減一辺倒で定数増加の声は聞かれませんと。なんででしょうかということでおっしゃっています。で、同じくですね、同じような質問で、男性の方、お名前ありませんが30代千葉県の方もですね、この、自民党の05加減は、その場しのぎで根本解決にほど遠いですが、さらなる問題は、比例議席の半分近くを国民の民意に反映しない少数政党に強制的に振り分けるということですと。これこそ一歩の格差を根底から覆す憲法違反だと思いますがということなんですが、今日はこの選挙制度のことについて少しお話をさせていただきます。私はですね、議員定数削減そのものに大体反対なんですね。で、これは越後屋桔梗之助さんがおっしゃっているようにですね、これは、OECD 加盟国で日本の人口比で国会議員の数はですね、34カ国中33位であると。で、非常に一番低いんだと。つまり先進国の中で一番低いということをおっしゃってるんですけれども、その通りなんですね。それで問題はですね、この日本に、国会ができたのが明治になってからですよね。で、明治の時の人口と、そして今の人口はですね、明治維新の時確か3000万から4000万ぐらいだったと思いますが、その辺からどんどん上がって今1億、2000万、3000万弱なんですよね。ですから、これからちょっと少子化でですね、人口減の減少が出てますけれども、要するにその時に、与えた議席がですね、衆議院で、400ぐらいでしたでしょうかね、比べますっても、非常に今は人口が増えたにもかかわらず議席の数は少ないわけなんですよね。で、なんでそうなってきたかと。これはまさに、はっきり言ってポピュリズムなんですよね。なんでそういうことになったのかと。で、これは、本来はですね、増員で調整したりしてきたわけですね。人口が増えたら東京都のこの定数がどんどん増えてくるという形になってきたわけですね。関東周辺にどんどん増えてきた。で、それはそれで良かったと思いますよ。ところが問題はこの10年20年ぐらいの間ですね、要するに、バブルからが崩壊して景気悪くなったと。で、その時みんな何をやったかというと、要は、財政削減だということですよね。それで民間事業者もリストラをやりました。で、民間がリストラやってるのにですね、公の方がやらないというのはおかしいじゃないかと。初めはですね、景気が悪い時には、これまさにケインズ主義を取っていたわけですね。公共事業などを増やしながらやっていくという話だったけれども、それを増やすと借金が増えると。で、この借金が増えるということ自体が間違っているということはもう皆さん方よくご存知だと思うんですけれども、しかしその当時ずっとそういう議論がですね、はびこってきたわけですよ。借金どんどん増やしてマクロの代に借金残してどうするんだと。借金を増やしちゃいけないと。だから財政出動してはいけないと、という話になり、そしてですね、アメリカで、いわゆるレーガノミクスでですね、小さな政府で、経済成長して、それによってですね、アメリカはソビエトを倒したんだというような話が広まってですね、そうかと。それじゃあ日本もですね、アメリカのように、この規制緩和をして小さな政府で民にできることは民、官にできることしかやらなくていいと。で、減税をして、そして税金はできるだけ少なくして、で、そのた、そして民間にお金を回して経済を強くしようと、こういう議論になったんです。ところがその議論が間違いであったということはもうご存知の通りですね。昨日日銀の黒田総裁が政策を、委員会で発表されましたけれども、これから2年間で通貨量を2倍にするというですね、もうとすごい、異次元な、本当に、この金融緩和をされてきたわけであります。それから財政出動も政府の方もやると。で、今までと政策をガラリと変えたおかげで今ですね、この経済も、回復の方に向かっていると思いますけれども、要はそうした誤った経済理論の下で官の方がですね、予算を小さくしていく。で、民間企業もどんどんリストラをしていく。
でそれならですね、官の代表である今度国会にもですね、定数も減らせ、給料も減らせ、で当然この国会もやる代わりに地方も減らせと、みんなこうね、縮小均衡を目指して、そういう改革をすることが正しいことだというふうに思い込んできたと。で思い込むだけじゃなくてですね、そうしないと国民に納得してもらえないというので、まさにポピュリズムで誤った政策をどんどんやっていったわけですよ。そして経済政策はアベノミクスでその誤りから脱却することができたと思いますけれども、まだこちらの方のですね、この公務員の定数や議員定数、それから給料を含めですね、このそもそもデフレを作り出してきた、結果出てきたものですけれども、これはまだそちらの方の解決の糸口が見えていないんですね。ですからこれはもう当然、人口をがですね、この定数配分が、この一票の格差が大きくなるというんだったら、増員をしながら合わせていくという方がいいわけですよ。でその方がですね、要するに無理がないわけです。何かというと、例えば今の衆議院にしましても参議院にしましても、人口配分と同時にですね、まあ例えば、衆議院参議院の場合には各選挙区に、まあそれぞれ一人の代表は必ず出るようにと、裏表ですから二人が当てられるようにという形になって、そこから人口調整によってですね配分しています。で片っぽ衆議院の方もですね、まあ、300の議席にですね、これは一人だけはまず当てはめるようにということを言われてるんですけれども、それが憲法違反だというふうに言われたんで、そこの部分はなくすように、なくした形で調整して、まあとにかく055減ならとりあえずは2倍以内に抑えられるという案を出してるわけですけれども、これもなんで055減なのかという話なんですよね。ですからこれは増員で合わすんだったらもう少しスマートな合わし方ができるはずなんですが、今言ってますように、もともと自民党も民主党も他の政党も含めてですね、その削減議員定数は増やせない、減らしていくということが正しいと、このデフレ時代の間違った論法に基づいた話をですね前提にやってきて、それを公約に書いちゃってるわけですよね。だからそこが間違いなんです。ですからこれは、はっきり誤りを認めるべきなんですけれども、まあ055減程度でしたらねまだいいんですけれども、まあまあ、その他にもですね、比例の票をですねドーンと減らしてしまうと、しかもそれを、第2党以下にですね、振り分けるというのはそれは本当に茶番だと思いますね。でですから、私は、この方の越後屋さんのおっしゃってるようにですね、そういうあの国民の声を聞くのが国会の仕事なのに、国民の声を聞かないということですからね、要するに定数を減らすというのはそれはもうありえないし、そして実際問題議員定数を減らしていくと国会は機能できないという話は昔以前にも、この番組か私のビデオレターで申し上げたんですけれども、国会にはありとあらゆることが議論されます。でそのためにはですね、それぞれの国会でもちろん議論してますけれども、野党は国会で委員会の場でこの論戦をすることが仕事なんですよ。で与党は論戦する前に自民党の部会調査会というですね、そういう党内の審議機関でものすごく審議してます。しかもそれが同時並行で毎朝いくつもの、党近くのですね委員会が部会が開かれるわけですよ。そうすると我々人間ですね、体一つですから同時に行けないわけですね。そうするとある自分の得意とする分野、問題意識を持つ分野にこう行くことになる。でそういう形でみんなばらけていきますからね。でしかも政権与党になると100人近くがですね政権内に入られます。大臣副大臣政務官等になっていくわけですね。そうすると要するにたくさんいるように見えてですね、残っている議員っていうのはかなり限られてくるわけですね。でそれから国会の他の実際の委員会の日程等も重なったりしますから、要はその中でそれぞれの部会にあって議論していくわけですから、これね本当にどんどん減らしていけって話になると、そもそも審議する場がなくなりますよということなんですよ。国会でもそうだし自民党の中でもなくなるんです。だから減員するっていうのはね、これ以上も減員するっていうのは本当に国会が自ら自分の機能をですね否定して自らの首を絞めるような話です。ですからそういうことも含めて、今までのですねポピュリズム、
これにとらわれないで、そしてですね、それにとらわれたことをやったのがデフレを作ってしまった財政出現策だったと。同じように国民の意見を聞かなきゃならない国会議員、それを受けて審議をしなければならない国会議員の数をどんどん減らしていって調整するというのはですね、愚の骨頂であると、はっきり私は断言したいと思います。そういうところで、実はこういうことはずっと党内でも申し上げてるんですね。ところが、よく言われるのは、その西田さんの話は全くその通りだと、党内でもみんなが本音ではそう言います。しかしそれを言っちゃうとね、選挙区変えると選挙では勝てないんだよなということをおっしゃる方もおられるんですね。もうそういうことは落ちなさいと私は言いたいですね。だって国民に本当のことを言わないでですね、結局は自分の自らの身を切るというポーズを示しているけれども、自らの命を守るためにデタラメ言ってるわけですから、こういうデタラメはやめなきゃならないと思いますし、そのためにはやっぱり有権者の方、国民の方、またマスコミ、これがですね、正しい理解で正しいことをですね、分かっていただけると、そのことも大事だと思います。今日はそういうことで、定数税制の話についてお話しさせていただきました。本日もご覧になっていただきましてありがとうございました。